赤、白、黄色、バリエーション豊かな花が春風に揺られています。1800平方メートルの公園内に植えられているのは49品種、およそ5万本のチューリップ。これは去年11月に町内の幼稚園児やボランティアの方が球根を植えたもので、3月下旬から花が開き始めました。天気のいい日が続いたことで一斉に開花が進んだそう。こちらは赤い花びらと白いフリンジが印象的なニューサンタ。鮮やかな色のワールドフェボリットは柑橘のような爽やかな香りを漂わせています。綺麗です。種類も多くて可愛いです。お天気もいいし良かったです。今日来て見頃は今週末頃まで続くということです。